写真拡大。巨人は16日、優勝旅行先の米国ハワイから首脳陣、選手、スタッフが家族らと共に成田空港着のチャーター機で帰国した。原監督は5年ぶりに実現した V 旅行を充実の表情で振り返った。天気も良く、家族の人たちもすごく喜んでいた。楽しめたことは良かった。指揮官自ら参加号令をかけたハワイへの旅は大成功だった。家庭の事情で参加できなかった一部選手や家族を除き270人が常夏の島を満喫した。私が大サービスすると原監督自らがホスト役も担い、選手家族との記念撮影に気軽に応じるなど楽しませることを心がけた。ただ物足りなさが残ったのも事実だ。同行した今村球団社長は忘れ物をした。来年は日本一を取って優勝旅行に行くと断言。2012年以来の日本一を成し遂げ、1年後は大満足の旅にする。